三河物語。江戸幕府と家康の死。その4、からしばり。元亀4年、西暦1573年の暮れ、勝頼は遠江に出陣した。久能、掛川に対し出陣し、辺り一面に放火する。それから天竜川の谷の瀬を越え、浜松を攻める。馬込川を前にして足軽に敵地を荒らさせる。そして引き上げ、肝臓の瀬を越え、社山を越え、山梨へ出て宿毛田ヶ原に陣を取った。そんな折、池田喜平次郎という者は福引氏の賭博打ちだった。しかし世にも稀なスカンピンだったので、博打はとても打ちたいのだけれど、賭博にかけるものがなかったので、取るものがないと相手にしてもらえなかった。打ちたさはやるせなく、そうだ、勝頼が宿毛田ヶ原に陣を取っていると聞いた。忍び込んで馬を盗み出し、それをかけて博打を打とうと出かけてみた。見つけられて、あちこち追い回され、池田はとうとう生け捕られ、後ろ手にきつく縛られて勝頼の前に引っ張り出された。勝頼はご覧になって、敵の様子はどうだとおっしゃると、弱点は一つも言わず強さばかりを強調したので、牢に引っ立てられた。盤をしっかりと、逃がすな、そのうち殺してくれると、勝頼は座を立った。それでますます強く縛られた。勝頼は諏訪の原へ本陣を移した。そして測量をし、城を作る。そんな時、瀬名氏明が喜平次郎をご覧になり、あいつは私の昔の知り合いです、駿河屋方向に参りました時私が目をかけたものです、どうか私にお預けくださいと申された。そうなら預けよとおっしゃって瀬名へ渡した。瀬名は、お前は昔からの知人なので預かった。さて、知人なのに縄をかけておくのは預かった甲斐もない。縄を解くから私のと申して、私の陣内を気楽にやるかれよ。他の人の陣へはお行きになるな。昔目をかけたので預かり気楽に置いている。だがそれを承知で国へ戻るなら戻られよ。知人に裏切られ私の知行を勝頼に差し上げるのは少しも構わない。行きたければ行きなさいとおっしゃる。喜平次郎は、瀬名殿のお情けを忘れ逃げていくなら、私の恥などともかく国の恥となりましょうという。心の中では、前のように縄で縛られているなら何とかして縄抜けして逃げるのだが、縄をほどかれたので逆に逃げることができない。瀬名に縄の上からまた縄をかけられたようだと思われた。そこへ、勝頼様からのご命令です、預けておいた捕虜に縄をかけて渡せと使者がやってきた。喜平次郎は口には出さなかったが、ああ少しは命が伸びた。それに瀬名殿にからし張りというものをかけられた、その嬉しさよと心中を持った。瀬名は、預かりの間逃げもしないでいたのに捕虜を渡せとの勝頼のお言葉には困ったことですが、従わねばならないと喜平次におっしゃって引き渡した。喜平次も名の高い勇士だったので驚く気配もなく一礼して去った。万の兵は追い立てていって縄を強く縛って留置した。根津の万の者が6人いて交代で番をしていたが、喜平次郎は、お前たちはあまりに大げさだ、捕虜というのは出来方には違いないんだが、主人に奉公しようとしてお互い敵味方となったのだから、本人が憎いわけではないはずだ。こんなにきつく縛られて、その上縄に塩水を吹き、足が地面につかないように縛り、またその上に根津の番をする、とても人間技では逃げられない、ゆっくり寝られよと言うと、番の兵は、なるほどもっともだ、たとえ逃げたとしてもすぐに殺せばよい、よし寝ようと横になり大いびきをかく。喜平次郎はうまくいったと縛られていた縄を外し、番の兵をまたぎ越えて走り出し、阿波方へ登り、くらに最後上で浜松へ帰ってきた。立派な逃げ出し方だとの家康のお言葉だった。勝頼は諏訪の原に城を作り引きこもった。東美濃岩村の城を信長の叔母が守っていた。信長の子を養子としていたが、信長を裏切って勝頼と手を組んだ。
秋山信友と夫婦になり、信長の子後の勝長を甲斐の国に送った。勝頼は足助近くまで出兵したというので、家康様は足助に陣を敷いた。ところが勝頼はそのまま引き上げてしまった。信長は腹を立て岩村へ押し寄せなさって城を攻め落とす。秋山を生け捕りになさり張り付けにする。兵士は二の丸に追い入れて敷垣を組んで囲み、火をつけて焼き殺す。叔母は小牧山で手打ちになさった。